ここからは二手に分かれる。みんな頑張るんだよ。さあ。ミナトと離れたカカシたちは一応目的地カンナビ峡を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む3人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは多少評価してるようだな。
もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。火を取るのが少し早いんじゃねえぞ。炎の鍵だ。あっ、ここは
人から聞いて。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残した神奈美教の戦い。その日、この葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄たんすら非常の現実へと転戦させる。絶えることなく未だ続いている。